昔昔徳川三代将軍家光公が天下を取っていた頃のことだと宇都宮のお城にな本田正純っつ戦にたけた賢い殿様がいたんだとけどこの殿様実は将軍家光公の弟君忠長公の森役をしていたことがあってないつかは 弟君を将軍様にしてえと思っていたんだと。ちょうどそんな時だ将軍家光公がな日光東照宮参拝のために宇都宮のお城にお泊まりになることになったんだと。本田正純はなこの時を逃してなるものか。そう言ってな城下から大工たちを大勢集めるとな 将軍様がお泊まりになる館作り始めたんだと。ほんでその中から腕のいい銃に選ぶとな何やら怪しげな湯殿を作り始めたんだと。その選ばれた大工の中にな汚ゴって正直者で腕のいい若い大工がいてななんと汚ゴ 庄屋様に気に入られてな一人娘と祝言あげることになってたんだと。ほれ若い2人だからな毎日行き合いたくてなけど工事始まるとな城から一歩も出ちゃなんねえって朝から晩までお役人に見張られるようになったんだと。その湯のっつうのが 天井を何本もの太い綱でな釣り上げたかと思うとその上に百貫もある大石のっけたんだと。あれこれ落っこったら将軍様大変なことだ。恐ろしくなった夜ろなその晩そーっと城抜け出すと庄屋様のうちへと夜道を走っていったんだと。ほんで、 久しぶりに娘と行き合ってな、いろんな話して、俺が城を抜け出したこと分かったら殺されちまう。これは湯殿の釣り天井の絵図面だ。決して人に見せんなよ。そう言ってな、絵図面を渡すと、まだ夜が明けねえうちにお城に戻って行ったんだと。ほんでしばらくしてな。 将軍様お泊まりになる館出来上がったっつうのに大工たちだれも帰ってこねえんだと娘が心配して訪ねていくとななんと大工たちみんな罪人となって処刑されちまったっつうんだとあの正直者の余五郎さん罪人のわけね嘆き悲しんだ娘はな よごろうに聞いた話と親に先立つわびを書きつけに残すとなずめんと一緒に置いてどボんなんと庄屋様のうちのいどさみなげしちまったんだとたまげたのは庄屋様だ一人娘の変わり果てた姿にな泣いて泣いてほんでずめんと書きつけに気がつくとな ニックは本田正だ。娘と夜ごろの敵っつんで絵図面と書きつけ持って街道を走り出したんだとほんでちょうど鈴の宮の宿までやってきてた将軍様の一行に直訴しちまった直訴って言えばな打ち首だけど年笠の侍がなよほどのわけがあるんだろう 絵図面と書きつけ見て顔色が変わったんだとほんで将軍様の一行はな宇都宮のお城に入ることなく江戸城に帰っちまってな本田正純謀反の疑いありつんで宇都宮のお城取り上げられて遠く出羽の国今の秋田県のな有利つうとこに流されてしまったんだと。 これが宇都宮釣り天井の話だ。けどな、ほんとは、こんな釣り天井を作られなかったんだと。本田正純公とお殿様な、ほんとに優れたお殿様でな。今の宇都宮の町割、日光街道、欧州街道、今の形にしたのもこの殿様なんだと。本田から本田正純公の力をそれた。 将軍派の者たちがな無本の疑いかけて失脚させたって話だおしまい。